なし。
少しは成長したかな。よくここまで来れたな。父さん、イリーナが。ああ、分かっている。あなたはアスラム校？それは？イリーナをさらった奴らが欲しがっているものだ。この石板はレムナントをいわば眠らせることができる。マリーナが発見した。そうだ、母さんは？連中の気を引くためおとりになってくれた。おとり？心配するな。まずはこれを餌にイリーナを取り戻そう。そうすれば母さんも戻ってこれる。大丈夫だ、ラッシュ。よく頑張ってくれたな。ああ、父さん。話は後で。大使館へ戻るぞ。大丈夫だよ、父さん。俺たちがついてるからさ。ああ、そうだな。ありがとう。それに触るな。そう簡単には行かせませんぞ、ジョン・サイクス。父さんに何をした？石板をよこせば命だけは助けてやる。自分で取りに来い。父さんは？
命に別状はありません。しかし意識が戻る気配はなく、まるで仮死状態です。あの魔導士のせいだな。ワグラム自身に術を解かせる以外、博士の意識を回復させる方法はないか。ワグラムか。母さんの居場所が分かれば。そういえばジョン博士がおかしなことを言っておられましたな。マリーナ博士はおとりになったとか。おとり？どういうことだ。さて、マリーナ博士の居場所については心当たりがあります。本当か？なぜ今まで黙っていた？お願いがございます。私とラッシュ二人だけでその場所へ向かわせていただきたいのです。二人だけで？はい。私にも言えない理由が。いいだろう。ダビッド様、今まであなたはアスラムのために尽くしてくれた。俺はあなたを信じている。ダビッド様。ラッシュ、エマを頼む。意外と無茶をする人なんだ。ああ。我々はアスラムへ戻ろう。ここに残るのは危険だ。イエス、マイロード。ラッシュ、ジョン博士のことは任せてくれ。ありがとう。頼む。必ずアスラムに戻ってこい。久しぶりだな。来たことあるんだ。古いしきたりだが、ハニウェルの家名を継ぐ者は聖人の儀式としてレムナントを探す旅に出なくてはならない。へえ。アスラムに強力なレムナントを。それが戦死した私の父の悲願だった。旅の途中、アカデミーがここに調査隊を派遣していると聞き、私も来たのだ。レムナントがあると思ってな。そして彼女に出会った。それが母さん。つまらん話だったろう。ここを抜けよう。お前の母がいるはずだ。うん。
させろ。使いこなせるかな。
奴らを叩くぜ。くらえ。どうだ、見事。Stop!